ですね、ちょっとですね、今回はフードトラック月間です。フードトラック、サンフランシスコではもうすっかりね、定着しましたよね。はい、まあフードトラックも日本でも結構あるよね。そうなの？え、ないのかな。フードトラックって、まあ、いわゆるですね、屋台か、屋台ですね。屋台です。屋台でなんか、まあ、なんかトラックを結構ね、可愛くペイントしたりとかして、であちこちでこう食べ物を売るんですけども、ちょっとですね、今日は、そのフードトラックがそのな、まあ、普通は通常なんか街中に出てるんですけど、それが、何台か集まってる、まあ、言ったらなんかフードトラックのフードコートみたいなやつが、まあ、ありまして、何か所かに。でそのうちの1個、ちょっと来てみました。はい。そうですね、今日、ここは初めて来たんですけど、うん、こういうなんか2階建てバスをね、そうそう、こうなんか改造して、改造して、2階で食べてる人。2階で食べれるみたいな感じで、その前もなんか結構可愛くして、こう、ファミリー向け。はい。まあちょっとね、こういうファミリー向けではね、あなたとってもなんか浮いてる感じですけど。ロッキンチェアで、そうそう、キャンプファイヤー、燃えろよ燃えろ、じゃあ前も前も踊れよ、マイ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 ムペッサソ、あそこみんななんて歌ってるか知ってる？なんて歌ってんの？バッチャッタ、ペッサソだよ。でもさ、ペッサソだって言うたつのペッパソだって言ってるよ。まあデタラメなんだ。もういいじゃんその話は。フードトラックだよ。あ、これ何？これはタコ？何？なんかいきなりなんかジャパニーズフード。あ、本当ジャパニーズだこれ。こんな何を結びだって。あ、こうじゃん、こうじゃん、あ、これも、ここは何、あ、ボバ、ボバ屋さん、これなんか、ディスコボールみたいでこういうの好きだな、いいなあ、はい、こっちだったらさ、あれ昔からすごい流行ってたよね。あ、そうなの、まあ、10年以上前から、あれでも、カエルの卵みたいな、そうそう、私もそう思ったけど、日本でこんなに入ると思わなかったからさ、ぶっちゃけてなんか気持ち悪いんだよね。あ、ちょっと今日はね、あなた怒りますよ、私。今日はってか、当たり前だろ、怒れよ。当たり前なの？ノーゲラでやってんだよ、お前。体張ってやってんだよ、このノーゲラのロケ。ダジャレを言うためにね。あ、さ、何が面白いってさ、トラックが可愛いよね。これね、1台だいたい平均500万円するらしいよ。何してんの、そんなことない。あ、友達がやったから。あ、本当に？
ぱりちょっとね、スパム結び食べたい。何？スパム結び。陽気だな。陽気だな。あ、thank you, thank you, thank you, man. ちょっとね、僕はあのこのバーガーを、はい、これです。最近バーガー食べてなかったんで、はい、ちょっとこれを攻めたいと、お題したい。まあ今日はね、私のおごりだから。今日はね、まだ頼んだの？スパム結びです。ね、私たちはこれがメインだと思ったから。あ、そうそう。こんなに髪風がこんな大きいと思わなかったからさ。そんで、そして俺のこれが和牛バーガーです。和牛バーガーです。本当に和牛なのかな、おい。そんなに失礼なこと言うな、おい。へこんでおります。ちょっともう一回買ってきてもいいですか？先ほど。ビールを全部ひっくり返しちゃった。ちょっと待って、それだけだったんですけど、そのままで言ったんですけど、みんなバッとか見て買ってきなよ、味、また。あ、じゃあちょっと行ってきますね。はい、おい、2杯も飲んでる。違うんだよ。人生ってすげえな、おい。何？俺この人とも何とも言ってないのに、うん、兄ちゃんが、うん、俺お前のファッションが好きだから、うん、2杯1杯おごるとか言っておい、それだけで人生ってすごいなって、おい、だって1杯、そんなことで人生ってすごいなって、1杯こぼした、1杯おまけがきたわ。よかったね、このレモネードで乾杯。あー、すごい、ね、よかったね。じゃあその和牛バーガーちょっと食べてみてくださいよ。本当に和牛なのかな。失礼なこと言うな、もうアッパーカットの人に。いただきます。はい、うん、
おいしい。あれでーおい、なんだいいんだよ別に。うん、おいしそう。なんかあれすごい、なんか野菜すごいいっぱい入ってんじゃん。もうこれおいしいです。なんかその、なんかソース、うん、甘辛甘辛、うん、あー、いいじゃん。で、その、それね、そのフレンチフライは、これはガーリック、ガーリック、出ました、ガーリックフライ、ガーリックパラメちゃん。あー、美味しそう。チーズか、あ、美味しそう。パラメちゃんチーズか、これ、思うんだけど、うん、人前に食べると恥ずかしいんだよ。もうええんだよ、俺今。じゃあ、野田さん。はい、じゃあちょっとこの、いよいよのですね、このどっちから食べようかな。まあ、やっぱりちょっとこの、スポンムむすびからちょっといきたいと思います。これ、見てこれこれ、スポンムむすびさ、この、卵焼きとさ、アボカドがついてるんだよね。なんかご飯が崩れちゃう。アボカドくっついてる。お前、スパムってな、日本語に直したら、すごいな。うわ、おいしい。早いな、いつも。味わってもいない。もうちょっと。あ、おいしい。うん。スパム？スパム。言えねえけど。スパムと。日本語に言えねえけど。え、何？精子？精子結び欲しい。じゃあちょっとそこ神風。あ。神風これ一緒食べられないじゃんこれ。これなんだろう。とりあえず神風っていう名前で食べましたけど。ステーキかな。和牛じゃないの？和牛かな。いただきます。しまった、辛い。ああ、もうそれ。でも美味しい。うん。これは。むせちゃって。むせしちゃってんじゃねえか。食べろ、もう絞れたつくし。あ、なんだろう、この一番上にかかってるのはなんだろう。あ。ガーリックとかじゃないの。違う、なんか、え、ポン酢系のもの、ポン酢とおろしみたいなのがかかってる。 あれだ、もみじおろしだよ。もみじおろしだ。あ、そこへ神風が、おいしい、日本にかけてるわけですね。わ、おいしい、これ。ルイスが、ルイス考えて、名護に、名護とルイス、おいしい。ちょっと食べてもいいよ、これ、はい、ね、うん、もみじまんじゅう。ここカット、ここカット、ここカット、絶対にカットしない。ここカット、殺意。あのでもさ、フードトラックは発祥、俺絡んでるって知ってた？え、絡んでるの、うん、なんで？フードトラックとかって俺の兄貴フードトラックとかって言われて、ぼうぜん、あ、それいいじゃんって言ってて、おい、なんだよそのダジャレ。フードトラックっていう名前はそっから来たんだよ。フードトラックって言って、それであなたがいつもですね、あのそれを言うんで、私は今日は前回は何？なんだ？ちょっとね、あれ動画で見ててちょっと反省した。あ、ちょっとどう、ちょっとあれダメだろ。ダジャレのところあんまりうまくないなと思って。うん、今回はですね、私ちょっとラップ考えてきました。フードトラック、グッドラック、メガネドラック、コーラック、便秘の薬。でんでんでん。フードトラックも入れろそこに。やだよ。フードトラック。はい、それではここで前回の火星さんの正解者を発表したいと思います。今日盛り上がってね。一人で勝手にで盛り上がっております。ですね、前回のアルカトラズ、正解はですね、酸化星さんでした。マジで？マジで？ああ、間違えたな、ごめん。3人しかいないのかな。ちょ、参加生って言ってんだよ、もう。ああ、じゃねえよ。アルカトラです。あ、アルカトラです。好評でしたね、アルカトラです。それでは行ってみたいと思います。レイコ・ウォレンズさん、上村隆恵さん、1970、ゆかりーなさん、
野さん、4あーふるさん、ただし伊藤さん、ちょうど1年前にさん、ゴタさん、節子グリングさん、宝井町、あ、そうだ、これ難しかったんです。宝井町さん、マミーちゃんさん、ミミユさん、トシちゃんかよ、サハラコツヒコさん、アリス G さん、 HCKK さん、マクイマキさん、クロユカさん、 KN さん、メタルケンさん、ココ S さん、ミホサワさん、ジュンコリバータインズさん、ラブコメ JJ77 さん、飯田マキさん、トンちゃんトンちゃんさん、ジヒロさん、カバママさん、フレンチおはぎさん、ショウコリクさん、また笑ってモニホーさん、ユキオカブアールさん、ミコサルさん、シェリーフォーシーズンズさん、パッとパックマットさん、トバリキエさん、AO さん、谷川しずるさん、さくらさくらさん、リオ SMD さん、プリンみかんさん、タイロンミラーさん、あれしてます、レオンユウコさん、ジョージ&M さん、後藤大河さん、ミツ・ミッツさん、若林貴子さん、魔王龍華さん、ナッツさん、オードリーさん、松本のり子さん、ビール大好きさん、コッコちゃんさん、吉見圭さん、何色さん、 GRCN04ACCCNGOJP さん、エアソフィーさん、 K 軍司さん、文山さん、アイユノさん、マジ K さん、ヤムヤムリーさん、ヨッピーさん、山野春子さん、ミツ池田屋さん、ネネムックさん、ケイさん、アケリン1128さん、三村ひろさん、ノッチさん、三船直美さん、ミモさん、ココッコさん、ジャックラドンさん、マンチキンマンチキンさん、エリウナさん、ユネさん、福里さん、ユウコ石さん、ミキリーさん、スヌープクマさん、チコの部屋さん、ウノさん、ラッテリナカフェさん、インナーバーグジョッキーさん、ミントミキさん、ララヨンさん、中村久美さん、以上の皆さんでした。結構ね、たくさんいらっしゃいましたね。本当にありがとうございました。